ナビゲーターのお笑いコンビ囲碁将棋が物々交換しながら神奈川県を巡るこのコーナー、うん、皆さんお久しぶりでございます。本当だよね。久々。さあ今週は一体どうなっているのか、さあ久保天気さんもねゆっくり見ていってくださいね。ありがとうございます。それでは VTR キュー。風が吹くまま気の向くままあなたの街をふらりと訪ねる実験企画、かなすて長者とは。番組ステッカーから始まるわらしべ長者、ナビゲーターの囲碁将棋が物々交換しながら神奈川県内を一周していくと、ステッカーが一体何になるのかという実験企画。フェラーリ君、前回は馬の陶器を交換するべく大和を訪れた2人、ザリガニ取りに熱中する少年たちとゲームソフトと交換することに成功しました。そして今回訪れたのは、かなすて長者囲碁将棋でございます。よろしくお願いします。というわけで、今週は海老名駅にやってきました。海老名駅周辺行こうと思ってますけど、よろしいですか。じゃあ海老名といえば、うん、サービスエリアなんじゃないかな。え、お前海老名サービスエリア行こうとして今、はい、やっぱ車だったら後ろにゴルフバッグぐらい積んでるんですよまあね欲深いサービスエリア行くんじゃないの。そうよ。いや何これ、公園じゃん。教えたくなかったんですよ。この公園を抜けると、うっ、あほら、あそこから入れるんだ。これあんまり知らないでしょ。いや本当に知らなかった。不思議な感覚だなこれ。不思議だね。お邪魔します。ここ繋がってんだ、本当にサービスエリア。テンション上がる、もう旅行来た気分じゃん。やばかった。ジュニが名刺ない前だ。え、支援ない待てよ。これ第一の難関ってことか。おい宣伝受けてんぞ。宣伝受けてんぞ。不是买冰淇淋，我要买鲜奶。そう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 。あの、不是买一枚。あ、不是説。不是説？あ、一枚。鲜奶。そっか、やっぱそりゃそうだよな。そんな甘くないっすよね。今会話できてた。そんな甘くないわ。どういうこと？今交渉してたって。今まではさ、やっぱ駅にいる地元の人が多かったけど、ここは県外からの人もいっぱいいるから。エクスパーサエビナ。あ、どうも。あの。テレビ神奈川のカナフル TV っていう番組なんですけど、ティムドン、ティムドン、ティムドンの、カナフル TV っていう番組。違う違う違う。天使一番のカナフル TV。 会話できてる。あっ、合ってる。日本語 OK。 あ、 あ、 OK、 あ、 OK、 日本語。いや今 OK じゃない OK でしたけど、ゲームゲームソフト、ゲームソフト。なんか探してくれてるよ。でもすごいよ。すごいわ本当に。This one何これ。いいファン。It's a fan。 OK、 それは知ってるけど。これいいね。交渉に迷っている間に観光バスの出発時間が。あ、なんか隠れちゃった。もうしょうがない。もうしょうがない。 Thank you。 バイ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 。 Have a nice day。 バイバイ。海老名で全て振り出しに戻ったよ。うーわー、俺あの子供たちなんて言えばいいんだよ。ここまで様々なものと交換してゲームソフトまでたどり着きましたが、ここに来て普通のうちわに。みんなの思いを無駄にしないために気を取り直してサービスエリアを散策します。頑張れ。この合コンしてるみたいな。いいね、いい感じだ。あそこ行きましょう。今日はどちらからいらっしゃったんですか。熱海です。熱海から。熱海から。会社の同僚とか。お友達です。お友達。おのおの探して。でもすごい協力的で嬉しい。すごい。人形とかゲームいっぱいあるし。人形持ってるの。人形いっぱいの車に。はい。だから俺らここで待ってるからさ、車から持ってきて。みんなそのまま帰んないでね。じゃんじゃん、ちょっといろいろ話しちゃおうよ。そうさ、確かに。ちょ、来いよ。来てよ。ちょっと、なんか。サポートしていい。先輩3人とも。話を聞くと、こちらの先輩が後輩2人に内緒でサプライズのトリプルデートを企画したそう。初対面の女の子たちとドライブデート。あー、羨ましい。あ、ちょっともう、よしよし。うわ、すげえ持ってきてくれてんじゃん。え、マジ？よかったな。マジで嬉しいんだけど。どうぞ。ありがとうございます。うちはせっかくならみんなでこう、みんなでさ。そう、お前ずっと照れてんな、お前。なんだお前、来いよ。作れよ、今日。初対面どう、こいつの印象。真面目そうです。いいやつっぽいよね。よろしく頼むよ。気に入っちゃったからさ、俺。気をつけてね。
いや、やっぱりサービスエリアいろんな人がいますね。いましたね。海老名日本一のサービスエリアだから、うん、もうあの県外のみならず海外の人も、ね、すごかったですね。たくさんいらっしゃいましたけどね。一回になっちゃってますね。もうデートのお邪魔してごめんなさい。囲碁将棋とぜひね物々交換したいという方が万一いらっしゃいましたら番組にご一報ください。そして、街中で囲碁将棋見かけたらぜひ優しくしてあげてください。お願いします。よろしくお願いします。